池上修生は、明治時代から昭和にかけての日本画家。特に山水、花鳥画を得意とした。長野県上稲郡高藤町に、師匠県駒物屋の次男として生まれる。本名は、国三郎。祖父池上旧柳なぎは、家業は番頭に任せて、高藤藩、古用絵師に仮の葉を学び、慶応二年には、自らの画論、松竜門道を観光、その翌年亡くなっている。 父、池上秀香も、岡本豊彦から史上派を学び、祖父と同様、俳句や短歌を読み、茶道や歌道に来るといった、趣味三昧の生活ぶりだったという。今でも、高藤から、神稲各地の旧家には、彼らの作品が所蔵されている。後に、修世が、口述筆記させた自伝では、生まれた時から、このような環境だったので、絵の描き方を自然に覚えたと語っている。 明治21年頃には、自ら、国山の号を用い、自作に国産印を押すようになる。明治22年15歳で小学校を卒業後、本格的に絵子になるために、父と共に上京。多家庭、川辺を立てを訪ねるが、父は気に入らず、結局親戚から紹介され、当時無名だった荒木漢方の最初の門人、内弟子となり、文人がを学ぶ。 一時は、洋画も研究するが、これは漢方がやめさせている。明治39年同じ門下生の大岡豊子と結婚。同年、滋賀道塾と称していた、漢方塾は、新たに滋賀会を起こし、太平洋戦争で自然解散する昭和17年まで続けられるが、終世はその中心人物となる。明治40年聖波同士会第一回展で二等銀牌。 翌年の分店で初入選する。1916年から3年連続で分店特選となるも、1918年同士と共に新結社を結び、分店審査に不満を示し、分店改革の唇を切る。1919年、発足したばかりの定点で無監査となる。1933年、定点審査員。電信動画塾を主催し、 更新の指導に尽力した。晩年になっても、力作を次々と発表したが、第二次世界大戦の佐中強心症で70歳で、没する。戒名は、清高院伝館山修世、大古寺。柳中霊園に葬られ、菩提寺はその近くの天台州東英山新領院。昭和25年稲公園に、池上家三代の絵師を検証する、画人三代碑が建てられた。 ありがとうございます。